はい、どうもこんにちは、ピネさんです。ノスタルジックトレイン続きやっていきましょう。小学校の方に行くっていう話なんですが、喫茶店だ、コーヒーミスト。あ、なんかセリフあるかなって思ったらなかったわ。ん？純喫茶と書かれている。お客さんの姿は見えないし、コーヒーの匂いも漂っては来ない。案外匂いがないっていうのは怖さではあるよね。うん。あ、神社あるよ、神社。あ、小学校意外と近いところにあるわ。で、小さいわ。夏木小学校。俺さ、こういうちょっと廃墟っぽい感じの、口なんで回んないんだろうな。廃墟っぽい雰囲気のあるさ、ゲームとか好きなんだけどさ、この小学校もさ、入学式とかあった時にさ、ここにお子さんが並んで写真撮ったりしたんだろうなと思うと、ちょっとグッとくるものがあるな。ここが小学校。学校の方からちらっと光が立ち上る。向かってみよう。光が立ち上る？校庭はそこまで大きくないから、分校みたいなところだよね。多分生徒数も結構少ないというか、百葉箱。ん？でも別に入れないな。どこだろう？ないね。なんかあんまり。ヒントがないぞ。うわぁ。ドラえもんがいそうな土管。というかジャイアンか。うん。あ、これか？校庭の草むらに半ば隠れるように捨てられたような浮き輪に手を伸ばした。河原で遊んだ子供が忘れていったのか、半分空気が抜けて見落としてしまいそうな浮き輪。けど何か不思議な光を持っていて、これが現世とのつながりかもしれないと直感的に思った。指先が溢れる。その瞬間、私の全身の中に白い光と波が押し寄せてきた。一瞬すべてが真っ白になった。人の声が遠くから歪んだように聞こえる。ということは、もう一つの世界、現実世界の光景？だけど実体は感じられない。腕を伸ばしても何も手応えがない。景色、匂い、音、人の記憶が今手にしている浮き輪を通して流れ込んできているようだ。川の水音が堂々と激しく聞こえる。ついさっきまで校庭の脇を流れる静かな川だと思っていたもの、水が泥の混じった茶色に変色し、すべてを押し流している。あたりからは湿気の匂い。空は黒々としていて、雲がまがまがしくうごめいている。雨は今はほとんど降っていないけど、地面はひどくぬかるんでいる。豪雨があって川が急に増水したらしい。助けて！という声が川の音にかき消されるようにわずかに聞こえた。上流の滝のふもとあたりに、うごめく濁流の隙間に黒くて小さい頭が見え隠れしている。子供が溺れてものすごい速度で流されている。その時、私のすぐ脇にぬかるんだ地面をバシャバシャと音を立て、必死でかけてくる小さい足音が聞こえた。偶然校庭に居合わせた一人の少年が異変に気づき、ここまで走ってきたのだ。溺れている子供の姿を見つけた。だけど、それから数瞬、子供はどうすることもできずに、私の隣で足をすくませたまま立ち尽くしている。足と唇がわずかに震えているのが見えた。その目はパッチリ見控えているけど、どうしたらいいのかわからず、ただ溺れた子供が流れているのを眺めるしかない。
それはそう。この濁流の中で小さな子供が飛び込んで助けられるような状況じゃない。少年は恐れを振り切るように頭を数回振った。周りを見渡す。校庭の脇に誰が忘れたものか、風でどこかから飛んできたのか、浮き輪が落ちているのを見つける。私が今手に取っているもの、私が見ているのはこの時の浮き輪をめぐる世界の記憶のようだ。彼は一瞬悩んだけど、意を決すると一目散にかけ浮き輪を手に取って河田へ滑りながら泳いでいく。泳げなくても濁流でも浮き輪さえあればなんとか溺れはしない。溺れている彼を助けられる、そう思ったのかもしれない。そうして彼は校庭から川辺に降り、茶色い川に飛び込んだ。だけどこの水量でうねる水面は小さい子供の二人の体を枯葉のように翻弄して、浮かんでは沈み、二人の体は近づく気配がない。そのままあっという間に下流に流される。海に流されてしまったら助かる術はないかもしれない。下流の端の方で大人たちが溺れた子供を見つけて騒ぎ始めた。はじめは一人の女の人が橋から上げた悲鳴、ひょっとしたら最初に溺れた子供の母親かもしれない。名前を数度呼ぶが、そのまま頭を抱えてしゃがみ込む。すぐにもう一人、男の人が一目散に橋までかけてくるのが見えた。帽子をかぶり、警棒を身につけているのがわかる。交番の巡査のようだ。彼は帽子を女性に預けて、橋の欄干から下に飛び込んだ。浮かんでは消え、彼も濁流に翻弄されているように見えた。けど、濡れて張り付く衣服をもろともせず、徐々に泥水を乗りこなす。流されながらも最初に溺れた子供に近づいていくのが見えた。まもなくその子を腕でしっかりつかみ、河原に向かって泳いでいく。一瞬のことだった。私はもう一人の飛び込んだ少年を必死で探す。浮き輪があるとはいえ、彼は全く体の制御が効かないようだ。あっと思った瞬間、体が岩に叩きつけられ、頭を強く打ちつける。そのまま浮き輪から体がすり抜け、水の中に消えていくのが見えた。巡査が最初に溺れた男の子を岸へと助けたのはほぼ同時だった。彼や他の大人の目には、水の中に飲み込まれたもう一人の少年の姿は目に入らない。助かった子供に注意を控えて、そっちにみんなが駆け寄っていく。必死で彼が再び水面に浮かんでくる姿を探した。巡査のいるあたりを遥か通り過ぎ、ずっと下流で密かに服の色がボロ布のように漂っているのが見えた。彼は海まで流されていく。誰にも気づかれることなく。私の体にその後の記憶が流れ続ける。少年はもう一人の子を助けようとしたことも、溺れていたことも誰にも気づかれないまま。夜になった。多くの村人たちは最初に溺れた子供を町の病院に運ぶことや、村の近所の道が土砂崩れて通れなくなったことなんかの対応に追われていた。半日以上経ち、大人たちがやっと一人子供がいないことに気づき、ざわつき始めた。本格的な捜索が始まったのは暗くなり、雲が晴れ、満月が冷たく、空に輝くようになってからだった。彼の行方はわからないまま、時間が虚しく過ぎていく。誰も溺れた姿を見た者はいない。朝日が美しく村を照らし、神隠しにあったのかともささやき始められたところ、彼の姿が冷たくなって海辺で発見された。そんなひどい悲しみで目の奥が熱くなり、まぶたをぎゅっと閉じた後、視線を上げる。するとさっきまでと同じ
静かな川が流れているのが見える。まただ、誰もいない世界だ。さっき見えたのは、この浮き輪を通して見た現世の記憶なんだ。私が迷い込んだこの世界では、誰も人は見えない。けど、人の強い記憶を持った何かのものを通して、向こうの世界の光景が見えるんだわ。じっと手に取った浮き輪を見る。あの雑誌の記事では、何か現実世界のものとつながることが、現実に帰る鍵になっていると書かれていた。この浮き輪と現実とのつながり、少年はこの浮き輪があったせいで、あんなことになってしまった。たとえ彼が飛び込まなかったとしても、初めに覚えた少年は助かったというのに、なんとか少年を一歩踏みとどまらせて、悲劇を起こらないようにできないかしら。例えばこの浮き輪を隠したり。ほう、浮き輪ね。踏切？何も動くものがなかったのに列車が動くの。元の世界に帰れるきっかけになるかもしれない。手にした浮き輪を持ったまま駅に向かってみることにした。ああ、この川がね、濁流となってね。なるな、濁流にはな。ここなんか歩いて渡れない？お、渡れるぜ。おお。まあでも濁流になることを考えると、このうちは結構危ないな。さすがにここはちょっと、壁面ね、コンクリートで固めると思うけどね。うん。ああ、畑あるよ。野焼きしてる？あれ。あ、踏切の音聞こえるな。おお、あ、霧というか。うん。まあ、踏切に行きましょうか。まあでも雰囲気はいいな。ねえ。まあ結構遠回りしてますよね、多分ね、今ね。あれ、こっちも行けんのか。結構広い、もしかして。ん？で、海が近いな、割と。ああ、踏切降りてるわ。踏切に行く？行くわけではないな。電車に乗るんだろうな。誰かがいるかも、元の世界に戻ったのかもと期待したけれど、相変わらず誰も見当たらない。駅員さんも列車を待つ人も、だけど踏切は鳴り続け、列車は誘うように扉を開けて今にも出発しようとしているようだ。まあ、乗りますよね。とりあえず、お、乗った。浮き輪を手に取ったまま吸い込まれるように列車に乗って、おお、閉まった閉まった閉まった。お、閉まった。ん？あ、動いたぞ。動くよ。おお、あ、海近いわ。ん？ここの方がいいかな。でも横から見える車窓もいいよね。学校思ったより小さいっすよね。トンネルだ。
あ、一周してきた。意外と意外と短い。あ、もうついちゃったもんな。降りる？何が起こったんだろう。誰もいないまま列車は魔法のように走り、しかし元の駅に戻ってきた。相変わらず人がいない。遠くで波の音、変わらない蝉の声。ふと指の痛さで気づいた。浮き輪を強く握りすぎ見えすぎて、手が冷たくなって指の関節が浮き出ている。あたりを見渡す。静かなことに変わりはない。だけど何かうまく説明できない空気のようなものが違うような気がする。ここは同じ世界なのかしら。全く同じに作られた別の世界に列車に乗ることで運ばれてきたような気がする。吸い込まれるように再び校庭に向かうことにした。校庭か。まあ、神社もあるしね、この上に。皇帝来ました。まあ、さっきのところかな、ひとまずね。違うな。ヒントを探さないといけない。あったあったあった。同じ場所に立つと再び現世の光景が流れ込んでくる。同じように茶色い濁流の川、助けてくれと叫ぶ溺れた子供、バシャバシャとぬかるんだ地面をかけてきて、川を見て足をすくませてたたずむ少年。何もかも同じ。彼は一瞬戸惑った後、あたりを探し始める。そう、浮き輪のようなものがないか。だけどそれは見つからなかった。私が列車に乗るとともに、どこかに消えてしまったから、男の子の耳には濁流の水音と、助けてという声が響き続ける。彼の中ではそのまま死を覚悟して、飛び込んで助けるか、小さい体と心の中で激しい葛藤があったに違いない。だけど男の子はどうすることもできず、葛藤を乗り越えて結論を出すには、あまりに自分の華奢な体には問題が大きすぎて、両手で耳を覆いその場にしゃがみ込む。目をきつく閉じて下を向いて、そうすれば目の前で人が覚えている世界と、勇気が出なくて助けられない自分がこの世界から消えるような気がしたのかもしれない。だけどほとなく下流の橋で大人たちが騒ぎ始める。子供が覚えていると。そこからも最初に見た景色と同じだった。巡査が上着を脱ぎ迷うことなく飛び込んで覚えた子を河原に引っ張り上げる。よかった。誰も犠牲者が出なかったみたい。胸を撫で下ろす。世界から逃げようとして、胸を押しつぶされそうになっているこの子に視線を送る。あなたは助かったのよ。そして、溺れていたあの子も何も心配することはないのよ。その子はずっとずっと、全く動かずに、同じ体勢で初婚にしゃがみ込んでいた。しばらくして校庭にも大人たちが駆けつけてきた。覚えた子供はどこだと叫んで必死の形相で走ってくる。川を見下ろせる場所に立つと、すぐに下流で巡査が助けたことを見て安堵する。すぐに校庭で耳を塞いでかがみ込む少年に気づくと、
大人たちは顔を見合わせ、機嫌そうに子供に近づいてくる。おいお前、こんなところで何をしとるんだ。一人の中年男性が怒鳴ったように子供に問う。徐々に他の大人たちも責めるような口調になる。お前、まさきくんが溺れるのを真っ先に見えてたんじゃないのか。どうやら覚えた子はまさきという名前だし、他の大人も同じように子供を囲んではなじり始めた。なんか良くない展開だね。声を上げて近くの大人に助けを求めなきゃいかんだろう。今はたまたま巡査さんが気づいて助けられたから良かったようなものの、一瞬遅れたら海に流されて大事になるところだったぞ。そうだそうだと怯えて何もできなかった少年を責める。あんな状況でとっさの判断を子供に求めるのは酷すぎる。しかも私が見た別の世界では勇敢に助けようとして逆に溺れて亡くなってしまっていたのに、周りの大人の勝手な態度に腹立たしくなった。まさきくんは大事な百貨店の社長さんの一人息子だから、何かあったら俺たちまで大変なことになっちまうよ。おい、こんな子に関わってないで巡査さんの元に行って病院に運ぶの手伝わねえと、後でいろいろ言われるぞ。そんなことを大人たちが吐き捨てるように小走りで去っていった。どうやらあの子はこの時の大事な人物だし、それにしても大人たちの露骨な悲劇の汚く気遣いのないこと、そんなことを思ってこの子の姿をじっと見つめる。耳を閉じて下を向いたその表情は、悔し涙を流しているのか、まだ世界から逃げるようとじっと目を閉じているのか、伺い知れなかった。子供の姿がゆっくり消えていく。すると今度は周りから大勢の生徒たちのざわめきが聞こえた。空は晴れ渡っている。生徒はすっかり乾いた校庭に並んで座り、前に立つ校長先生の話を聞いている。一瞬私の神隠しが解け元の世界に戻ったのかと思った。だけど違う、まだ現世の姿が流れ込んできているだけだった。子供たちに触れようとしても触れることはできず、声もどことなく遠くから響いてくるようなよそよそしさがある。校長先生がもったいぶって生徒たちの前に立って咳払いをした。あの顔は神隠しの雑誌記事に載っていた写真と同じ姿だ。だけど髪は少し黒く量も多いらしい。雑誌では古本で元校長と書かれていたわね。この私が見ている景色ではまだ現役の校長だ。私の中には夏木のいろんな時代の光景が重ね合わさるようにつながり流れ込んでくるのかもしれない。先生は話し始める。隣には一人の少年が立っている。あの時覚えていたまさきくんだ。一度命の危険にあってどれだけ憔悴しているかと思ったら、むしろ心なしか誇らしげな勲章を身につけたような態度だ。条例の話なんて子供にとってつまらないものだけど、今回はあんな事件があった後だけに子供たちも真剣に耳を傾けている。先生は増水した時の川に近づく危険性を説く。巡査さんの勇敢さを称えた。子供一人一人の命がどれだけ大切なものであるか、一度失われたらどうやっても取り返せない、この広い世界でたった一人の存在であること。そして最後に強調したのが、もしみんなが誰かが覚えているのを見たらすぐに大声を上げて大人に助けを求めること。生徒の表情を一人一人確認するように眺め回す。隣のまさきくんが同じようにみんなの顔を見ながらコクコクとうなずいている。生徒たちの一番後ろで顔を自分の膝に埋めてじっとしている少年の姿に気づいた。それはあの時の子だった。
今回のことで一番深く傷を負ったのは彼だったらしい。朝礼が終わると短い休憩時間だ。みんなは正樹くんの周りに駆け寄って行って、大変だったらしいな、親は泣いてたか、みたいなことを聞いている。彼は周りの子供たちに心なしか偉そうな態度。男をあげただの、次からどんな人生の危険な目にあっても助かる気がするだの、巡査さんに助けられた時に赤ん坊のように泣きじゃくっていたことなどお首にも触れない。なんとなく学校の人間関係が分かってきた。彼はこの時の名士の子供、本人は実は泣き虫でおどおどしている性格でも、小さい田舎のこと、親の力で周りの子供たちもなんとなく彼に子分のように使われているのかもしれない。そのことで自分自身も本当の自分がわからなくなってきているような。周りはそのことにうすうす感づいていても、親からあの子には末のないようにと言いつけられているのかもしれない。あるいは本当に彼のことをリーダーだと信じている子もいるだろう。ではあっちの子はどうなんだろう。耳を塞いでじっと世界から逃げていた子は、相変わらず正樹くんの取り巻きの子たちは、あの濁流で生き延びるなんてすげえよ、目の前に見ておいて助けを呼びにすら来なかった臆病なやつもいるけどな、と遠回しに陰口まで叩いている。少年は静かに立ち上がって、とぼとぼと誰とも話さず校庭の端へと歩いていく。周りの会話などは聞こえないように、聞こえないふりをしていたのだろう。そうしてあの時、正樹くんを川の中に見つけたのと同じ場所に立つ。私が戻した浮き輪がある。それを彼は不思議そうに眺めていたかと思うと、急に両手でガッと掴んで持ち上げた。言葉にならない強い感情が心の底から、それとも別の見えない世界から押し寄せてきたのか、叫び声を上げてその浮き輪を川に投げつける。周りの数人は振り向くが、多くは校舎に入っていくところで気づかない。浮き輪は風に流され川にも届かず、よろよろと河原に転がっただけだった。男の子の目からボロボロと涙がこぼれる。一人の優しそうな女の子が彼に気づき、そっと近づいていく。だが彼は彼女の手を払いのけた。ほっといてくれ、助けてなんか欲しくないと全身が語っている。そこで現世の記憶が徐々に薄れ、私は再び無人の夏木に戻っていた。河原に砂ぼこりをかぶって埋もれる浮き輪を眺める。しばらく待っていても、もう新しい光景は流れてこない。もう一度浮き輪を手に取って見たことと私の身に起こったことを考えてみたかった。河原に降りてみよう。おー、結構文章長いぞ。じゃあどうしましょう。今日はこの辺で一旦終わりにしましょうか。続きね、このまま撮っていきますんで、まあ次回も多分カミカミではあるんでしょうけども、河原に置いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように。ピヌさんでした。